ではスペシャルショーケースをお楽しみください。拍手。今日は絶対行こうよ、抜け出す君との放課後。コートがなくてもボール1個でできるフリースタイルバスケ、それを伝えたい、そんな思いで震災あってからすぐ行動したのがこの2人なんですね。で、その縁で今日は祭り館を見に来てくれた人が10人ぐらいいらっしゃるんですよ。ね、岩手から、あと
は、宮城なんですね。いろんな、ところから今日来てくれた、人がいるので、その縁のある方々に向けてメッセージをお二人からお願いします。お久しぶりです。イエーイ、ちりこです。本当に久しぶり。今日は東北で初の開催のリスタイルも日本一決定戦のバーを借りて、おちりこで久しぶりにショータイム、ショーケースさせていただいてありがとうございます。見に来てくれたみんなもありがとう。みんな受験生とかになって、小学校の同じ手方からもう高校受験なり、もういつの間にか働き始めてる子たちもいて、月日の早いなと感じますけども、まだまだこれからも完全に復興までは行ってないと思うので、その辺もね兼ねていろいろと頑張っていけたらなと思います。まだ決勝楽しみにみんな見ていってください。ありがとうございます。はい、今日は、このフリースタイルバスケットボールバットの東北ラウンドに、お越しいただいて本当にありがとうございます。ね、まあ1年半ぶりぐらいに、もちろんパフォーマンスさせてくれて、昨年僕は第一戦の集中攻撃から現役を引退したんですが、今回は先ほどモリモリが言ってくれたように僕ら東北にとても思い入れがあって、まあ震災から2ヶ月後ですかね、5月のゴールデンウィークに次のオフの後の高校に行って、そこで初めて、スタイルバスケットボールに行って、それからこう毎年毎年いろんなところで、やってこれて、いろんな人の東北の方とつながって、で今日ね、その初めてやった大船渡高校の子が綺麗な女性になって戻ってきまして、みんなあ手振ってますね。ね、あれ主役ですね。で本当。本当ちっちゃいかったのにね、もう大人になって、もう俺より違ってたのにもう成功したやつとかもいてね、もう頭きちゃってんもんね。本当年を取ったなと思いますけど、今日久しぶりにですね、被災地の方に朝もりもりと行きまして、まあ今の現状をこの目でちゃんと見て、まあ絶対忘れてはならないことだし、これからも、機会があれば足を運ぼうと思いますので、また皆さんに。はい、楽しみにしてますので、本当にありがとうございます。じゃあちょっと最後に、まあ一応フリースタイルの大会なんでフリースタイラーになってというか、言いますと、まあみんなフリースタイルやってバトルで勝ったりそういう上手くなりたかったりそういう思いで強くやってると思うんですけど、このステージに上がってスポットライトを浴びてみんなに見てもらえるっていうのはすごく特別なことかなと僕は引退してから思いまして、そうやってステージに立てる人って世の中にそんなにいないんですね。だからこうやってステージに立てるっていうのが何かしらも選ばれた人間だと思いますので、で今日はね、決勝に進む2人は、東北を代表していくので、まあ、そういう、まあ、なんでしょう、自信というか気持ちというかそういうのを持って、東北代表して戦ってきてほしいです。で、まあ、決勝戦は、まあ、多分お互いちょっとリラックスしてると思うんで今までよりもいいバトルが見れることを楽しみにしています。今日は本当にありがとうございます。ありがとうございました。ではバミーさんは引き続きジャッジの方、皆さんは引き続き楽しみにしてください。もう一度お二人